はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最初の質問なんですが、はい、さんの今現在のその夢ビジョンについて、はい、聞いてください。はい、そうですね、夢ビジョンということに関して言うと、ちょっと今回のインタビューの趣旨とずれてしまうかもしれないんですけど、あまり私は、夢とかビジョンを明確にしないようにあえてしてるんですね。で、まあ、とはいえそのこうなったらいいなというふうに思ってる姿としては、まあ、やっぱり人類の幸福度を上げたいなっていう、まあ、結構大それたことを思ってるんですけど、まあ、みんながその自分が思う幸せという形を、まあ、幸福だと感じている日々を送っているようになってほしいなというふうに思っています。なのでそれに向けてどんなアクションとかっていうところはなかなか具体化するのが難しいんですけど、まあやっぱり自分も幸せでありたいですし、周りの人も幸せでありたいと。でそういうの中で、まあさらに言うとやっぱ足の引っ張り合いみたいなものとか、誹謗中傷とか、なんかそういう他者を傷つけるようなことが減ってほしいなというふうに思っています。やっぱり自分自身が不幸だとやっぱ他人の幸せを妬んでしまったりとか、そういうふうになってしまう傾向があるので、まあ、少しでも今の自分に満足していると幸せだなと思っている人が増えれば、まあ、そこから足の引っ張り合いとかも減っていくのではないかなというふうに思っています。なるほど。なので、はい、具体的にいつまでに何をどうするというところはあえて考えないようにしていてですね、はい、という形ですね。はい、幸福って多分人それぞれの定義が違うと思うんですけど、はい、坂村さんがイメージされる幸福っていうのは、先ほどの誹謗中傷がなかったりするような、はい、社会ということですか。あ、そうですね、おっしゃっるように幸福はもう人それぞれ受け取り方違うと思うんですけど、まあ私なりに考えていることとしては、まあやっぱりちゃんと自分が選択肢を持ってるっていうことがすごい重要かなと思っていて、で自分が何かを選ぶことができると、そういう状態であるというところと、あとはそのやっぱりそのいわゆる自己肯定感ですとか自己効力感をちゃんと持てている状態っていうのもすごい重要だと思っています。でやっぱりその最終的にはですね、私はやっぱり人が自分のポテンシャル、自分の潜在能力をちゃんと発揮して、自分のパフォーマンスを最大限出せている状態というのが幸せではないかなと思ってます。で、まあ、そういったポテンシャルとかを発揮することによって、まあ、達成感が得られたりとか、挑戦心が芽生えたりとか、何かを成し遂げることができるような自分になっているというその状態こそが幸せなのかなというふうに思っています。なるほど、はい、そういう人たちがその坂村さんの周りにどんどん増えていくことで、はい、どんなどんな人生になっていきそうとかってあります？あ、そうですね、まあそれはですね、少なくとも私はそういう周りに本当にポジティブな人というか幸せな人が増えていくと、それを見てるだけで僕も幸せですし、うん、まあ、反面その足の引っ張り合いしてる人を見てると、ああ近づきたくないなと思いますし、うんうん、ですね、まあ、あとはやっぱりその衣食住みたいなところ、生存欲求みたいなところは、まあ、少なくともやっぱりちゃんと満たしていく必要があると思うので、まあ、そこは僕自身がやっぱり社会的インパクトを残すためには自分がもっと力を持たないといけないなと思ってます。うん、なるほど。はい、ありがとうございました。はい、先ほどその夢に向けては、具体的にどういうふうな計画っていうのはないと言ってましたけど、はいはい、なんか、目標としては何かありますか？そうですね、まあ、やっぱり、目標もですね、あえて作ってないというところはあるんですけど、やっぱり先ほどお話ししたようにその幸せの感じ方って人それぞれなので、まあ、他者がコントロールするのが難しいと思うんですね、うん、でとはいえやっぱりその気づきってあるかなと思っていて、その自分がまあ間違った方向性に行っていたりとか捉え方が違っていることによって、
まあ、その気分も変わったりすると思うので、まあ、そういった気づきを与えられるようにしたいなと思っていると、まあ、やっぱりそこは今教育事業をやっていますので、うん、まあ、そこの教育事業 の、 あの生徒さんを関わりを持つ人を増やしていくというところはあの数値としては持っています、うん、ですね、教育事業というのは、はい、どういった教育になるんですか。あ、オンラインスクールをやっていまして、オンラインスクールで、2つですね、ウェブデザインのオンラインスクールと、うん、あとは経理の CFO とか一流の経理を目指しましょうという経理のスクール、財務会計ですね、うん、そういったスクールの2つを主にやっています。うん、なんか その2つのオンラインスクールを通してなんか気づきを与えるということをされている、はいはい、そうですね、まあ、あのそういった気づきを、まあ、与えることの一環としてそういうオンラインスクール等もやってるというところで、まあ、そうですね、気づきを与えるっていうとちょっと上から目線になってしまうんですけど、まあ、関わっていくことで自分自身が何か気づくきっかけになればいいかなと思います。うん、なるほど。そう、なんかじゃあ別にあえてその2つのなんか、うん、私から見るとなんか全然その2つ違うように見えます。そうですね。はい。そうですね。2つ、これは全く違うんですけど、まあ、基本的な思想としては、やっぱりその、冒頭で申し上げたその選択権を、はい、持っていることが重要だという中でいくと、やっぱり選択権って自分にスキルがあったりとか、稼ぐ力があったりとか、自分の市場価値が上がるとかってすごい重要だと思うので、そういったところでいくと、うん、まあ、ウェブデザイナーがやっぱり世の中にまだまだ足りていないっていうところとか、うん、あとはその経理の分野でも、まあ、より CFO とかそういった部分に関してですね、まだ人が不足しているというところで、まあ、そこのポジションは空いてると思っているので、うん、その2つを今のところやってるんですけど、まあ、とはいえ今後増えていくっていうか増やしていこうと思っています、講座について。あ、そのウェブデザインと経理以外の講座を。はい、そうですね、まあ、それこそビジネスマナーをお伝えしたりとか、それこそパソコンのスキルをお伝えしたりとか、いろいろですね、必要なことはあると思うので、その中で、まあ、我々がですね、しっかりと実践的なものをお伝えして、うん、できる領域から増やしていくという形ですね。うん、なるほど。まあ、そういう、まあ、いろんな、まあ、スキルとかを持つことによって、その人生における選択肢を、はい、が広がっていくみたいな、はいはい。そうですね。うん、自己肯定感を上げたいですね。最初、目の時おっしゃってましたけど。はい。についてはなんかどういうふうな目標というのがあるんですか。そうですね、ここでいくと僕はですね、今、まあ、目標の話からはちょっとずれてしまうんですけど、自己肯定感が下がってしまってるっていう状況自体が問題かなと思っていて、でやっぱり夢とか目標を持つっていうのはすごい重要なことなんですけど、やっぱりそこの夢とか目標を持つべきだというところにとらわれすぎてしまっている方が結構多いのかなと思ってまして、やっぱりその自分には夢がない、目標がないというところで、そこで苦しんでしまっている人っていうのが結構多いかなと思っていて、うん、なので僕はあまり夢とか目標を定めない方がいいと思ってるんですね。その理想と現実のギャップに苦しんでしまってる。で、その理想とかもまあまあやっぱり自分が本当にやりたい理想と違って、他者が求める理想、うん、常識、同調圧力みたいなものに結構引きずられてるんじゃないかなと思ってるんですね、うん、なので僕はどちらかというと今の自分を発信起点として、まあ本当に自分にとって幸せなものって何だろうかっていうところでいくと、うん、別にそれはもう夢に向かって一直線に進むことが幸せだけが幸せではないと思ってるという形ですね、うん、はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと時間的な問題もあるかもしれないんですけど、一個お伝え、まあ、僕の考えをちょっとこの後にもつながる部分なのでお伝えすると、まあ、人生って迷路みたいなものだなと思ってるんですね、う
でやっぱりその迷路っていろいろあると思うんですけど、まあ、やっぱ簡単な迷路だとつまらないんですよね、うん、そのスタートして目の前進んだらすぐゴールみたいな、うん、でまあ複雑な迷路になっていくほど結構報酬は高いかなと思っていて、うん、であとその複雑な迷路を攻略しようと思うとゴールを見据えてゴールから逆算してスタートに戻っていく方が実は攻略しやすいっていう、それは一つのコツだと思うんですね、うん、でなのでやっぱ結構成功者はちゃんとゴールを見据えましょう、夢を持ちましょう、でその夢をできるだけ具体的にイメージしましょう、もう五感で感じれるくらいにリアルに描きましょうということを結構言うと思うんですけど、僕はですねそこはまあ一つのやり方だなと思っていて、そういうそのゴールから逆算するやり方にがフィットする人と、僕はちょっと真逆のタイプでして、ゴールから逆算するとやっぱ面白くないんですよね。それよりも目の前の複雑な迷路を右行けばいいのかな左行けばいいのかなというのをさまよって目の前のことをなるべく頑張ってる、そんな自分が、まあ、幸せだったり成長実感を感じれるんですね、うん、なので、ゴール目標を作ってそこに近づいていくというよりは今の自分を起点として、まあ、自分がどれだけ何かをできるかっていうのをもう目の前のことを全力でやりながら成長していくっていう、なんだったらゴールにたどり着かなくて一生迷路の、ま、中でさまよっていても自分が幸せであればいいんじゃないかと思ってます、うん、なるほど、そういうタイプの人間ということですね、はい、なのでゴールから逆算して攻めるやり方を間違ってるとは思わないです、うん、あくまでも私はそういう人間じゃないということですね、うん、なんか3つ目の質問、すみません余談でした、あ、3つ目の質問にもつながるなと思ったんですけど、その、はい、君のなんか実践行動っていうか基本か、はい、活動指針としてはそういう目の前のことをはい、頑張るっていうのをそうですね、まあ、されてるってことですか。はい、僕はもう逆算型ではなくてまあ連想ゲームみたいな感じですね、うん、でまあ分かりづらいと思うのでちょっと補足すると、何か自分が目の前のことをやるってなった時、まあやっぱやるかやらないかっていう分岐があるわけで、はい、でそこの分岐に対してまあどっちが自分にとってポジティブかなと、どっちが面白いかなというところで、自分にとってのその分岐で自分がより成長できそうだなとか、これは将来につながりそうだなとか、なんとなくなんですけど、なんとなくもう自分の本能的なものですね、直感とか本能で自分が正しいと思える道をやり続けるっていうことですね。でそれは世間一般からするともうなんか道をどんどん曲がりくねって、もう全然そのゴールにたどり着けないみたいな感じになってしまうと思うんですけど、僕はやっぱりそういうその何かに最短距離で進むっていうよりは目の前のことに 100% 取り組んでいくっていう、うん、もうそこの力を出し切るみたいなところとか、自分起点で何かをやっていくっていうところをすごい重要視してます。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、普段の、まあ、基本活動としては先ほどおっしゃられたそのオンラインスクールの経営以外にはどういうことをされてらっしゃるんですか。そうですね、普段の活動に関してはですね、まあやっぱり今企業で勤めていまして、で元々は会社を12年くらいやってたんですね。はい、でやってたんですけど、まあいろいろありまして、まあ、会社を譲渡して今まあ、組織の中で働いているので、はい、まあ、そのオンラインスクールの運営をしながらも会社全体のですね、はい、まあ、人材開発ですとか新規事業開発ですとか、うん、あとはまあ人材育成、まあですね、あとはその会社の文化づくりといったところなどを、うん、まあ、やっていますね。組織開発ですかね。なるほど、はい、最初におっしゃったその幸福度を上げたいっていう夢を持たれた、はい、なんかきっかけとなるなんか気づきとか発見というのは何が？ですね、これはですね2つあるんですけど、1つはですねまあ中学校の時にものすごい肌荒れしたんですね、はい、うん、
で、それはですね、まあ、当時その大手化粧大手のまあ生活用品のメーカーさんが作っていた体にボディーソープを使ったら、はいはい、なそれがきっかけで肌荒れすごいひどくなってしまって、もうただれちゃって、はい、でなんかあいわゆる世間がいいって言ってるものって自分にとっては合わないんだなっていうことにが一つのきっかけとしてありました。なのでそれはまあそっから結構悪く言うと疑り深くなったんですよね。CM やってるからいいだろうとか、そういうふうなやっぱりそのトレンドとかっていうのをちょっとやっぱうがってみるようになりました。でもう一つは、まあ、同じ高校生くらいの時に電車に乗っていて、小学生がもうすごい、なんて言うんですかね、もう椅子にものすごい浅く腰掛けていて、まあ一言で言うとものすごい姿勢が悪かったんですね。はい、でこの姿勢で小学校の頃から過ごしていると、多分骨格とか筋肉が歪んできて、この子パフォーマンスめちゃくちゃ落ちるなと思ったんですよね。はい、でなんかそれってものすごいもったいないなと思って、うん、まあ本当はものすごく身体能力とか思考能力とかもっともっとあるはずなのが、例えば姿勢が歪んじゃったことによってどんどんブレーキがかかっていっちゃって、うん、なんか体調悪くなったりで、うん、心身に悪い影響が出てくだろうなっていうことを、その見て姿勢悪い子を見て思って、うん、で、あ、これはもったいないなということを考えたのがきっかけですね。うん、なので僕はもうやっぱ潜在能力を出し切る、自分の潜在能力を出し切るっていうことは結構こだわってます。うん、自分のというか人それぞれのですね。はい、一つ目におっしゃったその疑い深くなったっていうことと、その夢っていうのはどういうふうにつながるんですか。はい、そうです。疑い深くなったっていうのが、やっぱりそれは個人違うんだっていうことに気づいたというところですね。なので自分なりの幸せを考えるきっかけになったということです。うん、そうか。なので世間が求める幸せと自分が求める幸せって違っていいんだなと。いうことですね。なるほど。そういうなんか一人一人のその幸せっていうのが本当に必要だっていうふうに気づかれて、はい、そうですね。はい。今オンラインスクールでやってる時もやっぱ授業の、ミッションとしてですね、やっぱ才能を開花させるっていうことをすごい考えてますので、才能って人それぞれなので、うん、その人の才能をちゃんと開花させたいと思ってます。うん、そのきっかけを作れればなと思ってます。なので、まあ、ウェブデザインで才能ある方とか、経理で才能ある方、もしくは他の分野で才能ある方、いろいろあると思うので、そういった意味でいくと、うん、僕はそのいろんな領域を広げていかないと人それぞれの才能って開花できないと思うので、うん、やっぱ事業を拡大していくっていうところが一つ目標としてはあります。うん、まあ、正直言うと売上いくらとかその辺はビジネスなのでちゃんとした目標はありますけど、うん、まあ、ちょっとそこを売上何億目指すんだみたいなことは、僕は、まあ、ここでお伝えするのは僕の考えとしては、ちょっと違うかなと思っているっていうところですね。はい、ありがとうございます。最後の質問なんですけど、はい、まあ、その夢を目指すきっかけが先ほど、うん、その中学生と高校生の時にあったとおっしゃいましたけど、うん、はい、まあ、例えばなんかそういう、まあ、肌荒れするようなそのボディーソープを使ったことで、うん、はい、なんか、まあ、例えばですよ、めちゃめちゃなんか、はい、恨みつらみみたいになる人もいたかもしれないけど、はいはいはい、なんか坂村さんが必ずにそれが、はい、その幸福度を上げたいっていうふうになったのは、なんかどういった背景があったから、うん、あ、
そうですね、そこでいくと僕結構凝り性でして、自分、まあ肌荒れしちゃったんでどうやったら肌荒れ治るかなとかっていうのをすごい考えた時に、まあ食生活を気にするようになったりとか、あとはそのもちろんそのボディーソープは変えたんですけど、なので、まあ、マイナスの状態から、まあ、少なくともゼロの状態に戻そうということをやってるうちに、そこからさらにもっとプラスの状態に持っていきたくなったんですね、欲が出たというか、で、まあ、自分をいい状態にしようということをものすごい研究して、食事とかも体のことも ものすごい研究して、で、まあ、せっかくそこで自分が得た知識っていうのを、まあ、やっぱその他の人にもシェアしたいなっていう気持ちがあります。で、まあ、それが結果的にやっぱり、まあ、自分がいい状態を作るっていうのは、まあ、それはやっぱ幸せにつながっていくんじゃないかなと思っています。他のとこでも結構凝り性っていうのは、いやー、ありますね。もうやっぱそのまあ僕断食とかすごいやったりして、やっぱ自分のパフォーマンス上げるためにっていうのがあるんですけど、はい、まあ、1回40日断食したことがあってなんかツイッターに書かれてますね。そうハーブティーだけで40日、水とハーブティーだけです、ね、まあ、体重25キロ減ったんですけどまあ、そういう無茶なことをやってる自分が結構好きだったりしますかなりストイックなんですか？いや、結構ストイックかもしれないです。ストイック、そうですね。やっぱ凝り性で、まあ、こう、やっぱ、これやったらこうなるんじゃないかっていうのが、なんか、ワクワクすると、とことんやっちゃいますね。まあ、逆にワクワクしないと何もやらないんで、これはもう、いいのか悪いのかって感じですけど。ああ。結構、凝るってなんか、結構それ一人でなんか凝るっていうことが多いです。それともなんか、はい、誰かと一緒にやるとかそういうわけでもない。結構一人ですね。やっぱりその他人はコントロールできないと思ってるので、やっぱその他者を巻き込んでっていうことは、まあ、あんまりないです。まあ、正直チームプレーはそんな得意じゃないので。それでもなんか組織作りとかはされてらっしゃる？あ、そうですね、やっぱり結局組織作りも一人一人に向き合うので、組織の中の一人一人で向き合って一人一人が幸せになっていくと、まあ、組織として最終的に幸せな人が増えていくというところなので、まあ、僕は先陣切ってじゃあどこどこ行くぞみたいな感じの巻き込み方はしないんですけど、まあ、それぞれ一人一人 のパフォーマンスが上がっていけば、組織として大きな成果を上げれるようになるという考えですね。なので、まあ、いわゆるその軍隊型みたいな形で全員統率取ってみたいな方針ではないです。まあ、会社の方針と僕の方針結構違う可能性ありますけど。はい。なんか Google とかもなんかプロジェクトアリストテレスって、はいはい、どうありますか？あります。聞いたことあります。あれでも、その能力が高いとかじゃなくて、うん、その心理的安全性です。そうですね。やっぱそこを担保するのはすごい重要だなと思ってます。なるほど。なので、まあ、そこはやっぱ一人の人間としてちゃんと認めるっていうことかなと思っていて、うんうん、会社がこうだからこうしなさいと言っても、結局、まあ、義務感とかやらされ感出ちゃうので、うん、その人の人生、その人それぞれの幸せみたいなものを追求した方が、その人のパフォーマンスは上がると思いますし、うん、ではまあ、そのためには最初はちゃんと言われた通りに、まずは頑張って手張りしていきましょうみたいな話はあるんですけど、うんうん、なので、まあ、冒頭お伝えしたその選択肢とか自己肯定感とか、自己効力感みたいな話って結構何がスタートっていうのはあんまりなくて、いろいろぐるぐる回っていく感じですね。なので、まあ、頑張ったらそこでやっぱ自己効力感上がるしとか、自己肯定感上がるしとか、まあ、それによって結果選択肢増えるしとか、まあ、いろんなものが複雑に絡み合っていく、そんなイメージです。なるほど。組織も集団であって、そう、一人
一人で見るっていうのは、なるほど、はい、思いました。はい、そうなんです。まあ、僕の考えです。はい。はい、ありがとうございました。はい、インタビューは以上で終了します。あ、はい。ありがとうございます。